岩国市錦帯橋のたもとにある佐々木屋小次郎商店。お店の主力はソフトクリーム。観光客に人気の山口レアチーズタルトや季節感のある商品など40種類近くのフレーバーがあり、どれにしようか悩んでしまうほど。一つ一つ味にもこだわり、ソフトクリームの枠にとらわれない本格スイーツを目指して素材や製法も研究しています。そんな小次郎商店の一押しはベリーベリーチーズケーキ。フランス産のちょっとこだわりのあるクリームチーズから作っておりまして、ソフトクリームの中に練り込む量結構多いです。もう看板商品と言ってもいいぐらい自信持って販売しております。6種類のベリーを使った甘酸っぱい自家製のソースと濃厚なチーズケーキ味のソフトクリームの相性は抜群です。そしてこちらはティラミスをソフトクリームとして再現。クリーミーなマスカルポーネのソフトクリームにコーヒーのほろ苦さとココアパウダーをプラスしたちょっぴり大人の味わいの一品です。理想の味を求めるあまり、アイデアから形になるまではなんと数年かかることも。ピスタチオは苦労しましたね。すぐにいい食材と出会えなかったです。こちらはトレンド商品、ピスタチオとラズベリーのフランボワジェ。フランスのまあ古典的なお菓子でフランボワジェというものがあるんですよ。ナッツとラズベリーを使ったスイーツなんですけども、まあ、それをソフトクリームで再現していく。ピスタチオは試行錯誤の末、世界最高品質というイタリアブロンテ産のものを使用。ピスタチオの芳醇で濃厚な味わいと甘酸っぱいラズベリーの2層の組み合わせを楽しめるソフトクリームを実現しました。お客さんが食べていただいて、本当に美味しい、喜んでくれるような季節感のあるものだったりとか、新しいスイーツが流行ってきたらそれをソフトクリームで楽しんでいただけるようなものを提供できたらいいなと思ってますね。佐々木屋小次郎商店でしか味わえない美味しさを追求したこだわりのソフトをぜひ味わってみてはいかがでしょうか。